こんばんは、しくむです。ナンパの魅力ということで、お話ししたいと思います。と言ってもね、私がどういう立ち位置かっていうと、挑戦10ヶ月っていうことで、まあ、ビギナーですね。まだずっとやってる人から見たらビギナーというふうに言われました。まあでもビギナー、そろそろ卒業かっていうぐらいの位置づけですかね。はい。で、魅力ってね、どんなんがあるかっていうと、まずこのターゲット、この部分大きいんですけども、どういう人が対象にできるかという話ですね。まず婚活とかですね、出会いを求めた行動をしていない女性、これがターゲットになる。他のところってパーティーとかですね、あと合コンとかもですね、まあ、合コンの場合は呼ばれてしょうがなくの場合もあるんでしょうけども、とりあえず出会いの場にこう出かけてくる、そういう人が対象ですよね。あと出会い系とかネット系もそうですよね。ところが、そのナンパの場合はそうじゃないと。普通に街を歩いているから、別に出会いを求めている人もいるでしょうけども、そうじゃない人もいるという、そういう女性がをターゲットにできるということですね。で、街で見かける綺麗な女性っていうね、結構そういう人多いですよね。出会いの場に出てきてない女性、この人綺麗なって見かけることがありますね。そういうのをターゲットにできるって、これ大きな魅力ですよね。あるじゃないですか、見かけて、あの人を口説いてみたいっていうね、その時はちょっとナンパになっちゃうんですよね。で、もう一つ、尊敬されると。だからこれはこの男からですけども、ナンパができるんだって言ったら、それが尊敬される場合ね、ありますね。まあ、ちょっと裏を返すと、ちょっと呆れられる場合もありますけどね。特に私なんかの年齢になると、その年でまだそういうことをやってるのって思われる場合もあるかもしれない。特に仕事場とかでそういうことがバレたら思われるかなっていうね、いう部分はあるんですけども、まあでもね、本音やっぱりこっちの尊敬される方が多いと思いますよ。私なんか呆れられても別にね、行動できないだろうとかね、逆に言いたくなりますからね。ということで、これですね。まあ、メニューはでもこっちですよ。ね、男から尊敬されたくてナンパやってるっていう人はいないと思いますからね。これはまあ、付録っていうか、付随的なもんですよね。で、これメリットっていうことで、ちょっと実用的な方の話に入るんですけども、まず一番、数を打てると。これまあ、数打つっていうのが基本なんですよね。一人一人にそんなに時間かけずに、ボンボンボンといけると。ダメだったら次、次といけるっていうね。次、選択肢が多いと。だからですね、例えば出会い系なら出会い系に登録してる人だけとか、あとパーティーならパーティーに行くと。その時間とかですね、その場所、その時間にその場所に行けるっていうね、自分が空いてるってことなんですけども、そういう選択肢がいろいろあると。だから自分が空いた時間に行って、好きな場所って言っても、やっても全然ね、効果が出ない場所がありますから、そこはまあ別にしてですね、割と近くの場所で人が集まるところなら行けるっていうね。で、時間も行けますね。まあ確かに朝早い時間とかは、まあなかなか難しいんでしょうけども、それ以外なら結構行けますね。で、人数っていうのは基本一人でやりますから、別に誰かと都合合わないからできないっていうね、ことはないですね。なんですけど、仲間がいたらいたで、何人かでこう繰り出してですね、やるっていうね、その方がこう張り合い持ってできるっていう、そういう面はありますね。だからまあ多人数、あんまりたくさんじゃ無理ですよ。例えば10人でやるとかはちょっと無理だ、あると思いますけども、何人かね、2、3人とかはできますね。あと費用がかからないと、ですね。まあもちろんこれパーティーとかと違って無料でできるんですよね。出会い系より安いかって言われると、まあどっちもどっちっていうか、出会い系なら一応ね、定額いるんですけども、ナンパの場合はね、そこまで出かけるっていうから電車賃かかりますんで、まあそれはいいとこかな、どっこいどっこいかなと思いますけど、まあでもこういうメリットはありますね。で、もちろんデメリット、これもたくさんありますよ。やってていうのは、まず相手が冷たい態度を取ることが多いと。それ多いんですよね。で、全く無視されるとかね、そんなこともよくありますしね、迷惑そうな顔されることもあります。そんなことでへこみますね。っていう場合がありますね。
これ結構大きいですね。で、効率が悪い。行動の割にはデートに行き着かないって。まあ、ここはね、そのレベルによるんでしょうけども、もっとね、効率よくと言いますか、声かけの数、こんだけに対して何回デートできたと、もっとゲットできてる人もいるんで、まあ、ちょっとこれは、まあ、私がっていうふうには言えるんですけども、ただし、そういう人は多いですよね。私が特に悪いってわけじゃないかと思います。後でちょっとデータお見せしますがね。あと、出会いの場で一番緊張すると。これ、出会いの場っていうのは、だから他のですね、パーティーだとかね、それから、出会い系で会うとかですね、そういうのも緊張するんですけども、ナンパの時ほどは緊張しないですね。だから、この緊張しちゃうんで、行動に移せないっていうね、そういうことも結構ありますね。多いですよ。で、ちなみにこの写真、地蔵っていうんですけども、地蔵。ナンパ用語でですね、何かっていうと、声をかけようとして、そのね、ナンパしようという場所に繰り出してるんだけども、女性に声をかけられずに立ち尽くしてると。まあ、そういうのを地蔵っていうね、そういうことになることが多い。だから、この緊張してね、声かけできない地蔵になっちゃう場合もよくあるんですよね。はい。で、そういうようなことを踏まえながら、自己事例ということで、私のことなんですけども、2度ですね、ナンパ始めようとしたことあったんですけども、で、ノウハウとかもちろん勉強しましたよ、とか、あと講習受けたりしたんですけども、挫折しましたね。はい。で、行動を起こせなかったと。だから、もちろん講習は受けて、その時だけできたけども、なかなかその次できなかったっていうのとかね。そういうことはよくありましたね。それから、すぐ始めて、その講習受けてしばらくやったんですけども、まあ、地蔵が多くて、まあ、たまに声かけ少しだけしてですよ、すごい長時間いて。で、まあ、結局、風邪ひいたりして、それをきっかけにやめてしまったっていうようなことがありましたね。なかなか。で、ちなみに言いますけど、私、割と行動はパッとしちゃう方なんで、他の出会い、まあ、例えば、お見合いパーティーがいいよって聞いて、それに行ったってね。初め緊張しましたけど、別にこんなね、行動を起こせなかったとか、すぐにやめてしまったっていうことはなかったですよね。だから、それだけハードルが高いというようなことは言えるかと思いますね。ナンパはですよ。まあ、成果はともかく行動できたっていうのは、これ、ナンパ以外のですね、こと、ナンパ以外の出会いに関してはできたっていうことね。まあ、これ、この写真は、まあ、これ、ウィッグなんですよね。男性用の。まあ、こういうのを、こう、かぶりながらナンパするっていうようなことをやりましたね。はい。で、再挑戦で、まあ、2回挫折して、再挑戦なんですね。で、その挫折した間に、こういう本を読みましたね。これ、何の本かというと、もう、これはナンパのすすめなんですよ。この題名だけじゃ、何のことかわからないんですけどもね。これ、リーマンナンパマスターっていう人が書いた本だったんで、これはね、もうサラリーマンがナンパをすると。だから、スーツを着てやるんだと。ね。だから、そんなチャラい感じで、ねえねえ、何してるんとかじゃなくて、もう普通にサラリーマンが OL に話しかけて、ナンパするという、そういうやり方が書いてた本で、なんかすごい印象に残ってたんですよ。はい。っていう本ですね。で、まあ、これ直接関わってないんですけども、誠実系ナンパっていうのを講習を受けまして、まあ、これが一つですね。それからと、だいたい時期を同じくしてね、一緒にナンパしてくれる先輩。先輩って言っても人生の先輩ではないんですね。ナンパの先輩で、年齢は一緒でした。まあ、年齢一緒っていうのが大きいんですよね。はい。だから、そこら辺で先輩が現れて、これでもう挑戦できるようになったと。ね、もちろん最初はやっぱりね、こう人を見て見よう見まねでやらないとなかなか行動を起こせないっていう部分もあって、はい、これちょっと大きかったですね。一緒にナンパしてくれたっていうね、それをもって、継続的にナンパもできるようになったと。はい、っていうことですね。で、これからとね、出会い系とか、お見合いパーティーはたまに行ってますけども、そういうことはほぼやめてナンパをしてますっていう、こういうのがちょっと私のね、現状ですね。はい。で、自己データということで、まあ、これちょっと私も数をね、
自分で数えてますんでやってますけど、まあ合計これぐらい、はい、まあ1100から1200の間なんですけども、1200はまあもうすぐ声かけの数ですよこれは、うん、でまあ眼視科がそのうち約半分強ですね、半分強ですねこれは。でこう怖いです、反応ありっていうのは少しは反応してくれた、平行トークは少しこう横であの歩きながら話したと。でちょっとオファーというのはその番号を教えてとかね、そこでお茶あのしに入りましょうとかね、そこまでこう話したという、これがこんな感じですね。こっちでまあ4分の1ぐらいですね、4分の1弱ぐらいずつぐらいですね。でここからはまあちょっと本当の成果と言えますね、番号ゲットですね。だから番号交換しましたよとっていうようなことですね。だから番号交換したら次につながる可能性はできるってことですね。あと連れ出し、連れ出しは、まあ、お茶とかですね、でこれからお茶行きましょうとか、それから、食事行きましょうとかね、まあ、そんなこと言ってこうどっか店に入るとか、こういうことできたのが連れ出しですね。はい、まあ、やっぱりナンパする場合はやっぱここが目標にはなりますよ。まあ、番号は事前なんですよね。でもこう今忙しいですからって言われてこうなる場合も多いと。でなんですけど次につながったと、それから、ね、後日ですね、後日だからデートできましたっていうのは8なんで、やっぱり多くはないですよね、うん、ちなみにこれ10ヶ月って書きましたけどね当初、うん、去年の12月からなんで10ヶ月やって、まあ、8アポっていうんでね、やっぱり、うん、効率は良くないかなっていう部分はありますね。はい、でまあでもまあ超アポ8の割にはもうゲット2なんで、まあまあかなと、はいと思いますね。まだつながってる子もいますのでね、ここからもう1人ぐらいアポじゃないゲットいけるかなとか、まあ勝手に虎のタヌキの川残用してますけどもね。はい、でここですね、現状これやっぱりね気づきありましたね、いっぱい。だからドキドキも、ドキドキ結構これドキドキするんですよね。それがなかなかねやめられないっていう部分もあるんですよ、こういうのがありましたと。それから属性の違うと、今までこう出会った女性と属性の違う、だから直接行動してない女性と出会いましたと、こういう感じ。これはネットから落とした写真ですけども、こんな感じでね、就活生とかね、大学生とかね、こういう女性とこう知り合ったりねできたりするんですよね。これもすごい魅力ですよね。はい、というようなことで、今日はですねナンパの魅力ということでお話ししました。仕組みでした。ありがとうございました。